大連海事大学は中国大連市にある総合国立大学である。中華人民共和国国家交通運輸部に直属し、211皇帝国家重点大学、総一流の一校に指定されている。海事関連分野や海洋運輸分野を主に専門とするほか、法学、環境科学、人文社会科学、外国語などの広範な分野にわたって、 合計22の学部が設置されており、在校生は2万名を超えている。中国国内の海事関連高等教育機関としては、権威的な地位を有しており、1983年に国連開発計画及び国際海事機関が同大学にアジア太平洋地域国際海事訓練センターを設置し、1985年には世界海事大学が 同大学に文校を設立するなど国際的にも高い評価を得ている。早い段階でグローバル的な視点から海外の大学との学術交流を積極的に進めており、現在では世界27カ国で70校以上の大学と協定を結び広く学術交流を進めている。大連海事大学の旧入口大連海事大学の新入口大学の組織は以下の通り、 大連市中心部から車で20分ほどの旅順難路に面した場所に位置する。住所は、遼寧省大連市忍下海路1号。周辺は、大連更新技術園区と大連ソフトウェアパークがあり、多くの国の人が働いている。ありがとうございます。